よくない、よくないぞ。そうだ、よくない。幸せだったんだな。ん？何のことだ？幸せな時間の思い出は悪いものじゃない。苦労なんてしなくてもいいのならしない方がいい。言っただろう、私は永遠に子供で最初から大人なんだよ。何も知らないままだし、最初から何もかも知っている。最近何かあったのか？あんまりあんたと話してねえ気がするんだが。え？この前会ったばっかりか。あんたと会ってねえ時間がやけに長く感じるんだよな。帰る。まあまあ待てって。帰ると言ったら帰る。そんな急がないだろ。仕事があるんだ。だけど急ぎでもないはずだ。あんた仕事ため込むタイプじゃねえし、期限に余裕を持って仕上げるから行き詰まってるわけがない。私は仕事がしたいんだ。ここにはいたくない。いいから、いいから。あ、あんたも来いよ。滞在していると逆に頻繁には遊ばないだろう。
お客さんもいるんだ。一緒に遊ぼうぜ。よした方がいいぞ。寄せと言ったのに。ラーラララララララッタッタッタラッタッタラーラー。めまいが。やつは機嫌がいいとすぐに演奏を始めるんだ。ないだろう。ラッタララッタラッラッタララッタラッ。さすが居候だけあって慣れているな。私には歌も耐えられない。聞くに耐えない。ラッタッタラッラッ。頭の中がプラネタリウムだ。メルヘンなんか嫌いだ。吐く。ボリスを見なかったか。十字艦隊も寝ずに書いた楽譜をボリスのやつが持ち逃げして。クソ、どこ行ったんだ。お、ちょうどいいところに。
実は新曲ができたから聴いてもらいたいんだ。ボリスにも聴かせようと思ったんだが、どこを探してもいなくてな。な、俺の新曲聴いてくれるだろ。この世界に愛着が湧いてきた。いいよ、なんでもないけど。まずまずか。それにしてはとっても馴染んでいるみたいだね。そうか、それはよかった。人でも物でもどんどん好きになるといい。もっともっとこの世界を好きになるんだ。なんだ。え？私に愛着？そうか、私ともずっと過ごしていたものな。おや、いらっしゃいお嬢さん。お茶の相手でもしてくれないか。今は部下たちも仕事で外出しているからな。オレンジ色の物体に侵食されなくて済むだろう。
合わないとか柄じゃないとか、そんなこといいじゃないか。いいだろう。これは夢だ。君と私しか見ていない。前と変わらない？そんなことはないだろう。夢の中の方がいろいろできる。すぐに消えてしまうもので、夢から覚めるまでは消えない。そうでもないさ。そんなことはないだろう。夢でも綺麗なものは綺麗なはずだ。綺麗なものを綺麗だと思えばいいだけだ。難しく考える必要はない。夢の中でくらい普段と違うことをしてみてもいい。
だが私は君に楽しんでほしい。無理強いしているか。虹の上を歩いてみないか。虹の上を歩くんだ。手を引いてあげるよ。楽しそうだと思うだろう。予想はついても言うさ。私の場合、心の中で思っただけでは君には伝わらないからね。ああ、それにもしかしたら君が気を変えてくれるかもしれない。では早速行こう。大丈夫だよ。危険はない。落ちないよ。落ちるかもしれないが、死にはしない。死なないよ。これは夢だ。そうだろう。
なんだ、高いところが苦手ならもっと下げようか。そうは言うが、これが一番手っ取り早い。抱え上げたりしたら怒っただろ。そんなことはないぞ。私だってこれでも。